中の日本にあった GHQ 参謀第2部直轄の秘密諜報機関名称は司令官であるジャック・アイ・キャノン陸軍少佐の名前から来ているが当時 GHQ 内での正式名ではなく後に日本のマスコミが付けた名称と言われる Z 機関、本郷機関などとも呼ばれている第二次世界大戦終戦後 キャノン少佐は日本を占領下に置いたアメリカ軍やイギリス軍から構成される GHQ の情報部門を統括する G2 に情報将校として参加した。その有能さを評価した G2 トップのチャールズ・ウィロビーが占領政策を行う上での情報収集のため1949年にキャノンを狩領とする組織を密かに作らせた。 本郷の旧岩崎邸に本部を構えたキャノンは26人のメンバーを組織した。ナンバーには大韓民国軍創設と同時に大韓民国海軍に入隊、少佐身分で参加した韓国、朝鮮系アメリカ軍人、エンサダで、その他にも多数の工作員を抱え、柿の木坂機関、八板機関、日高機関、伊藤機関という日本人工作員組織を参加に置いていた。 日本人工作員の採用は元軍人などを先犯免除と引き換えに協力者にした例もあったと言われる。当時すでにアメリカとソ連との対立が顕在化している状況で朝鮮半島での緊張も高まっており主に北朝鮮情報の収集やソ連のスパイ的発などに当たっていたという。その後民政局との清掃に勝利した G にはキャノン機関を 日本の共産主義勢力の弱体化にも利用した。1951年、キャノン機関は、作家のカジワタルにソ連スパイの権威をかけて、長期間に渡り拉致カンにし、転校して、アメリカの二重スパイになることを要求した、カジ事件を起こす。翌1952年に、カジが解放され、事件が発覚したが、この時にはすでにキャノンは解任され帰国していた。 この火事事件で、キャノン機関の名が広く、世に知られるようになると、1949年の国鉄三大ミステリー事件への関与も疑われるようになった。火事事件の失敗で、キャノン機関は消滅し、キャノンは帰国して、CIA 入りするが間もなく、憲兵学校の教官となり、情報活動から身を引いた。その後は、自宅ガレージで高威力の対人弾薬を、 開発するなど実業家としても活躍したが、1981年、テキサス州の自宅ガレージで胸に銃弾を2発撃ち込まれ死んでいるのが見つかる。自殺か他殺かは不明。66歳。ありがとうございます。